リーハーフペニーはウェールズのラグビーユニオン選手である。現在はプロ14のスカーレッツに所属している。キャリアの初期は主にウィングとしてプレーしていたが、現在の主なポジションはフルバック。世界屈指のプレースキッカーとして知られる。オスプリーズの下部組織でプレーした後カーディフブルーズと契約し、2008年のアルスター戦でデビューした。同年には19歳にして、 ウェールズ代表に選出され南アフリカ代表戦でデビュー。2009年には、ブリティッシュアイリッシュライオンズの南アフリカ遠征メンバーに選ばれた。2011年には、ラグビーワールドカップニュージーランド大会に出場、プレースキッカーも務めた。2013年、ブリティッシュアイリッシュライオンズのオーストラリア遠征に参加し、シリーズ MVP に選ばれる活躍を見せた。2014年、 フランス一部トップ14の RC トゥーロンへの加入を発表した。2015年、ラグビーワールドカップイングランド大会のウェールズ代表、スコットに入っていたもののウォームアップゲームのイタリア代表戦で負傷し、大会直前になって離脱して出場を逃した。2017年、RC トゥーロンを退団し、自国ウェールズのスカーレッツに移籍加入した。ありがとうございます。